こんにちは、ハーブティー、まえのんでーす。はい、今日はですね、ただいますっぴんです。今日はですね、私が普段しているお風呂上がりのスキンケアと、朝起きて顔洗って、その後にメイクする前にするスキンケアの紹介をしたいと思います。どうぞ。はい、それでは早速ご紹介をしたいと思います。私が普段使っている化粧水はですね、こちらです。はい、無印の化粧水、敏感肌用の高保湿タイプです。なんかよく化粧水とか何使ってるんですかとか言われるんですけど、私なんかお肌が結構強いみたいで、なんかあんまり肌荒れとかはしないんですけど、すごい乾燥肌なのがすごい自分の悩みで、なのでなんか高保湿タイプっていうものを使っています。あと化粧水とかって結構なんかよく毎日使うものだし、いっぱいたっぷり使った方がいいので、この高保湿の無印のものを使って、夜とかは結構手でやるんですけど、朝メイクするときはコットンとかでやってあげてます。朝ってやっぱりメイクとかもいっぱいするから手あんまり汚れたくないじゃないですか。だから朝はコットン使って、夜はもう寝るだけだから結構手でパシャパシャやっちゃいますね。3、4回ぐらい繰り返します。そしたら次に使うのがこちらです。同じですね、無印の高保湿タイプの乳液です。これも手に取って手で一回伸ばしてのせていきます。なんだろう、結構どこの使ってるって言われて、無印のやつ使ってるとか言うと、結構私も使ってるとかそういうこと言う方が多いので、結構人気なのかなって私的には思ってます。もちもちになりました。もちもち、はい、結構もうスキンケアこれで終わっちゃうんですけど、朝は今のなんですけど、夜は化粧水と乳液の間にこちらを使っております。ボタニカルハニーの美容液ですね。これはなんかお肌のなんか回復をよくして、回復をしてくれるらしくて、美容液ってあんまり使わないんですけど、これ使ってから結構肌がなんかカサカサしなくなって、結構鼻周りとか乾燥しちゃうんですけど、ここら辺とか、そこにだけにこれをつけてあげるとすごいいいです。これを1、2滴ぐらいをこう伸ばしてここら辺とかにやって、その後に乳液をするとさらになんか保湿されて、結構次の日のメイクする前とかすごいもちもちしてるなって思います。はい、こんな感じで私のスキンケアの紹介でした。なんだろう、私本当にこだわりが全然なさすぎて、逆になんかモデルとして大丈夫なのかなって感じなんですけど、化粧水とか乳液とかなんかすごい、逆にいいものとかあったらすごい教えてほしいです。私は、はい、でも化粧水はこちらで、乳液はこちらで、無印結構いいですよ、すごい私おすすめ、めっちゃ好きです、ずっと使ってますね、もうリピートもたくさんしてます。よかったら使ってみてください。はい、私のチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみルクティー。